じゃあいきます。12月11日分です。はい、はい、5秒前。4、3。突然ですが、ゆうかさんのここ暖かいですか？こんばんは、大栗あさみです。こんばんは、佐々木ゆうかです。ここどこですか？ここってこれお胸でしょ？胸の内側の部分を何と言いますか？あ、そっちね。あ、わかったわかった。五臓六腑。五臓六腑ってなかなか言いませんよね。え、暖かいですかって聞いてます。私もっとあれか、哲学的なこと。次何出てくるかな。写真室。わかんない、わかんない。違うか。懐ですよ、懐。欲しかった答えはそこだったか。懐ね。そうですよ。ごめんごめん。最近出ましたよね、あれ。あ、これでしょうか。これですよ。ゆうかさんはボーナス出たら、うん、自分に何かご褒美買おうとか決めてます？何か一つは買おうかなと思う。あ、高額なものですか？高額なものじゃなくても、例えば好きなアーティストの DVD を買おうとか。ほうほう。あれ、どうしてるの？ボーナス。私一つ欲しいものがあります。出た。自転車欲しい。あ、いい。じゃあ買いに行くか。ゆかさんと。そう、選んでくれます、ね、高額な自転車買わされそう。高額。多分ね、これ私の勝手な持論だけど、はい、いいもの買ったら大事にするから。25まではいろいろ買ってもいいんだけど、はい、26ぐらいから一生のものを揃えていく時間なの。いや、ちょっとかっこいいわ。太文字で出してもらえますか？そう、結構いい話してる。いい話ですね。そう、佐々木ゆかのいい話って出てるから、ここ。はい、ね、いい話ですけど。そうそう、いいってなってるから。そう、25までの無駄遣い、26からの人生のお買い物。え、それゆうかさんの言葉ですか？今作った。すごいすごい。そうそうそう。素敵、ゆうかさん、いいこと言う。年末にどうならないか。どうどうどう。いや、なんか私すごく今今日一刺激を受けています。なんだろう、この高鳴り、胸の高鳴り。高鳴り、変われそうな気がします。私26に12月2日になったばかりなので、うん、ここから私変わります。あ、人生に必要な。まぶしい。ちょっとやりづらい、やりづらい。ガッチャンコ HBC。 題名何でしたっけ？エターナルサンシャイン。エターナルサンシャイン、はい。エターナルサンシャイン、うん、エターナルサンシャイン。よろしいでしょうか？はい、では映画の振りいきます。5秒前、4、3。この後は映画エターナルサンシャインをお楽しみください。ゆうかさん、今日は何の話しました？自転車…あれ？ナス…え？え、なんだっけこれ。ボーナスぐらい気づいてくださいよ。ボーナス…ボーナス…ボーナスだ…ボーナスの話したよね、そういえばね。